なんと収納時コジマジックの収納住宅が完成しました。どうですかちょっとこれ。収納にこだわりまくった収納住宅が完成しましたので、全部中身お見せしちゃおうと思います。外観もいろいろとこだわったので、ちょっと見ていただきたいんですが、ここね、ここはもうもちろん駐車スペースでございます。これはね、ほんまに職人さん、大工さんにわがまま言ったんですけど、これ階段ね。で、コジマジック何が嫌いか言うて、デッドスペースがとにかく嫌いなんです。ここになんと、見てください、これダダーン、大容量の収納スペースを作ってもらいました。表札もすごくこだわったんです。インターホンとこう一体型の表札にしてもらって、はい、家入る前にどんだけ喋んねんちゅう話ですけども、早いことですね、収納住宅、見ていただこうかと思います。ただね、まだ、引っ越し前ですので、荷物はね入ってないんですけども、早速見ていただきたいと思います。こちらです。ダダーン、どうぞどうぞどうぞ。玄関になりますね。ここのね、この壁もね、グラビオエッジというね、もので、こういう、玄関の壁にしたかったんですよね。ここはシューズラックになっててね、たっぷりと靴が収納できるようになってるんですけども、非常に私が靴好きで靴が多いんです。まあ、これだけではどうしても賄えないので、ここダダーン、はい、ちょっとね、まだ荷物がいろいろありますけども、ちょっとね、大型のシューズインクローゼットを作っちゃいました。これで、ね、だいたい120足ぐらいは、靴が収納できるようなスペースになってます。じゃあ早速出てくるのがここです。僕のね、書斎を作っても、書斎っていうほどのもんじゃないんですけど、こちらでございます。はい、ちょっとまだ荷物が置かれておりますが、本当にね、広さで言うと2畳です。本当にもう満喫みたいな感じですけど、まあ、こんなちょっとしたスペースでもいいので、家にね、仕事を持ち帰ってやることが多いので、ちょっとこういうちょっと狭いスペースでもいいので、自分のスペースを作ってほしいということで、まあ、僕はここにいることが非常に多くなるとは思うんですが、で、ちょっとここ見てもらおうかな。コジマジック嫌いなのは何度も言いますが、デッドスペース、これものすごく嫌いです。で、この階段なんです、ここ全部で、階段で一つはここにトイレマークありますけど、トイレとしてここまで利用してます。で、じゃあ次の階段の下何に使おうかということで、ここね、収納スペースをこういう風にして階段下収納を作っております。そしてそのさらにね、この下にはこういう感じで収納スペースがまだあると。じゃあこっからの収納下何使うねんということで、ちょっと見てほしいんですけど、この下、ここの階段の下をわざとにくり抜いてもらったんです。ここで、ここに、お掃除ロボットが入っていけるようなスペースを作っていただきました。はい、で、こことここにもドアあるんですけど、ここちょっと私のお気に入りポイントなので、また後で紹介したいと思います。じゃあちょっとね、2階の方、続いてまいりましょう。行きましょう、どうぞどうぞ。いやなんですけども、こんな感じでございます。どうですか、わーっと、こんな感じでございます。見てください、ここ吹き抜けなんですけど、憧れのシーリングファンをつけていただきました。そしてちょっと見てください、ダダーン、で、ちょっと僕奮発しまして、65インチのテレビを購入しちゃいました。で、まあ、この、ロの字のテレビボード収納って、結構見たことあると思うんですけど、これすごくこだわってて、これ何かというと、ボックスティッシュあるでしょ、あれ置いとくの結構嫌な存在感出るんですよ、邪魔なんです、でも必要なんです。これちょっとここ開けるとね、わかるんですけど、これちょっとこっちからちょっと見てもらうと分かるかな、こう
ここから実はティッシュが取り出せるんです。こうやってこういうふうにして、でこう閉めると、何言います、こっからティッシュシュッと取るんです。これがあのね、僕リビング学習をおすすめしてて、まあ今、長男が、今年小学校1年生になりました。で、娘が、今年中3なので、まあこうやって机でね、妹をお絵描きしたりですね、お兄ちゃん勉強したりっていうところで、こういうね、リビング学習ができるものを作りました。ここ何かこだわったポイント分かります？唯一ここは妻が猛反対した場所でございます。 KM はい、これ個人マジックです。ちょっと3階行きましょうかね、はい、ここね、ちょっと神様から細長いこうね、収納なんです。ここに立てて布団を入れる2セット入るようになってるんです。扉1個、2個ついてるんです。これもうね、まあお子さんがいるところは分かったと思いますが、ちょっとじゃあこっちから入っていきましょう。はい、これちょっと見てください。はい、こういう感じでございまして、こちらは子供部屋でございます。はい、このね、壁は薄いピンク色なんですけど、妹のコリンちゃんがこの壁紙自分で選びまして、でこっちのね、これブルーなんです。このブルーは長男の息子のリント君が自分で選んだ壁紙で、すごく気に入ってますね。これ最近のシャレポイントらしいんですけど、こういう風にしてレースのカーテンで、僕は今まで、カーテンの裏に、するものやと思ってるんですけど、表にね、出すレースのカーテンで、裏側にこういう風なグレーのカーテンを入れてて、まあ、こういう風にしてこういうふうにゆくゆくはこの壁をね、つけて2部屋に割れるようになってるので、ドアがこう2つね、ついてるというような感じですね。これね、洗面でございます。こだわった洗面で、こういう感じになってます。こんな感じです。3階の時はい、こういう感じでございまして、はいね、もう本当にシンプルな感じでございますけども、で、ここなんですけど、ここはね、まあ狭い部屋なんですけども、まあ、本当にこうゲストルームというほど立派なもんじゃないんですけど、お父さんお母さんとかが、来た時にちょっと寝てもらうような感じで、まあというのもそんなにこう頻繁にね、来ていただけるわけじゃないので、もったいないので、これ後ろ、これ上わかります？これ実はこうくるくるくるってやると降りてきて、洗濯物が干せる物干し竿になってて、まあ普段使わない時は、洗濯物をね、干したり。そしてこちらでございます。こちらがですね、私たち夫婦の、寝室でございます。ちょっとこだわってますので、ちょっと見ていただきましょう。はい、こんな感じでございます。はい、ここもね、こういう風な、これダイケンさんのデザインパネルなんですけど、これにね、めちゃくちゃ憧れてて、こういうふうに照明を当てると、こういうような、ウェーブ状のね、陰影がめちゃくちゃかっこいいんです。で、このロールカーテン、これサンデスさんのロールカーテンなんですけど、これよく できてて、これをね、こういうふうにしてちょっとこうずらすと、こういうな感じで、光が遮断されて、これをちょっとずらすとロールアップすると光が入ってくるというか、ここは、冬物が、オフシーズンの服とかがね、収納できるような感じの、小さいですけども、ウォークインクローゼットを作っていただきました。じゃあですね、ちょっと私のお気に入りの、箇所をね、紹介していきたいと思います。はい、ここがですね、私のお気に入りポイントのですね、キッチンでございます。めちゃくちゃ行動動線というものにこだわりました。どういうことかというと、そっちの階段から妻が買い物して上がってきます、でただいまーって上がってきたら、ここ
これ冷蔵庫を置くスペースです。で買ってきたものを冷蔵庫に入れて、まあ、野菜とか食材を取り出して、まあ、こう洗ったり、するわけですけど、でまな板を出してここで、切ったりして、で、こっちコンロで、炒めたりして、で、出来上がったものをこちらで盛り付けて、で、こういう風な形で、ここは食卓ですので出すということで、結構ね、キッチンで行ったり来たり無駄な行動動線が多いんです。だから、その無駄な行動動線をなくしてスムーズに、調理ができるように、そうすると料理がめちゃくちゃ楽しくなるんです。この裏にはですね、もう大型の、パンツ、ちょっと荷物が多いんですけど、ちょっと見てみます。この石もね、これちょっとこだわって貼ったんです。ちょっと今ね、あの物置みたいになってますけども、ここにこうやって感じでね、あの大型のパントリーを、作っていただきましてですね、結構うちね、あのストックものが多いんです。で、ストックがたくさん収納できるようにこういうスペースを作りました。で、ここね、ホワイトボードになってるんで、バーッとなんかかけたり、まあ、買い物行くものとか買い物リストをかけたりっていうような、感じにしております。はい、ではね、最後のお気に入りポイントちょっと紹介したいと思います。こちらなんですけど、ここね、あのちょっと見ていただきます。じゃじゃーん、はい、洗面所でございます。あのね、まだね、ここのね、水洗部分が届いてないんです。いろんなこのご時世でございますから。というのも、ドイツから、その水洗を今、仕入れてましてですね、ここはまだ届いてないんですけども、ここちょっと見てください。じゃじゃーん、棒のようなものが4本出てますけど、これ何やねんっていうことなんですけど、ドライヤーこう持つとこあります。で、こっち風出るとこあります。で、この持ったままここにこういうふうに引っ掛けます。このコードをここにこうぐる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 と巻けるというような収納スペースになっております。ここにですね、家族4人分の下着を収納できるようになってます。で、この下ですね、この下には洗濯物をポイッと投げる。で、こういう風にしてこれをガラ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 と出す。で、洗濯機はどこにあるかというと、こっちですね、ここにあります。で、ここで洗濯物を入れて洗濯をする。ここにこういう風に入れると、これがね、こっちはこうやって降りてくるんです。こうやって降りてきて、ここに洗濯物を干すことができる。洗濯する、洗濯物を干す、で干したら取り込む、取り込んだものをちょっとこっち来てください。ここです。ここもう一つ部屋があります。これは何かというと、見てください。ここ、こういう風な感じで、はい、こういう感じですね。これファミリークローゼットとなっております。こう取り込んだ洗濯物をここに置きます。で、置いたらそれを畳むわけですけども、シャツなんかはこの下がね、これアイロン置きになってます。で、この上にちょっとしたスペースがあると思うんですけど、ここがアイロン台入れです。だから、これアイロン台出して、アイロン出して、ここにアイロンをかける。で、服を畳む。畳んだらこれ今周りに全部これね、服がかけられる。で、下側には畳む服がしまえるようになってる。で、家族の、洗濯物が全てかける、畳むっていうのが収納できる。こんだけのちょっとしたスペースで洗濯をする、干す、取り込む、畳む、ね、しまうっていうことが全部できる、行動動線を徹底的に追求した作りになっていると。はい、というわけでございまして、収納住宅見学ツアーいかがだったでしょうか。まあ、これからね、引っ越しをして物がたくさん入ってきて、これからはですね、例えば、引き出しを開けた時に、こういう収納をしたらすごく、便利ですよとか、クローゼットなんか服多い方、こういう収納をしたら便利ですよみたいな細かいところのね、収納テクニックも紹介していきたいと思っておりますので、お楽しみにしてください。どうもありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。この番組は絶対役に立つ目から鱗の収納術をご紹介しております。ぜひチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。